これがレアアースという部分ですね。でよくレアメタルとも呼ばれているのはこの辺りのあまり、少ない、量が少ないとかそんなようなものが起こる。この辺りの話はご存知の通りもう新聞にどんどん出てきます。これちょっと年代を書きますが、ここ数年の話ですね。こんな風に中国がいっぱい産出します。でも中国はレアアースの輸出を削減しました。大変なことになりました。そんなところで私たちはサイエンスでそれを解決するんだという幻想戦略というコンセプトを提案しました。レアメタルを多量に存在する安価な汎用元素で置き換えるというものを基本的なストラテジーとしてやろうというのが幻想戦略であります。それでそれを受けてですね、2007年から文科省が幻想戦略というプロジェクト、それから経産省は希少元素代替材料開発プロジェクトということで、この7元素を集中的にやるぞということをやって、ディスプロジェクトもこの中に入っています。で私たちは文科省のプロジェクトとしてはこういうのをやって、2010年からこのプレストという、こういうものの12チームを私が率いて、細野先生が若手を、の先駆けというプロジェクトを率いています。こんなようなことで、みんなでやってこういうことに取り組んでいます。そうやっていると2011年ですが、日米欧が対中国に、スクラムを組んでこの辺りのことに取り組んでいました。日本の脱レアメタルが加速しました。国の幻想、戦略拠点がしっかりと頑張っていますねということが新聞にも出るようになりました。ついに効果が現れて、中国はレアアースが低迷していますという状況に陥っています。これは中国 の、やっぱり政策がちょっと失敗しているので、出さなくなったらみんなが頑張って他から買ったとか代替の技術が進歩したとかいうこうですね、需要が減っています、安くなっちゃったと、こんなようなことが効果がきちっと出ていますね。私たちの、サイエンスの勝利の一つとも言えます。最後にこれだけのメッセージをお伝えしたいと思います。大人の理科離れ、科学離れですね。生徒さんも非常に少ないんですけれども、こちらの方ですね、大人の科学、新しい科学技術の関心というのは、OECD の中でこの 30% ぐらいしかない、フランスなどの半分以下と、そんなようなものですね、残念ながら。で、若者の理科離れ対策には大人の科学離れ対策をする必要があって、親子で科学に関心を持つ環境づくりが大事である。これがこの地域分を作る一つの大きなきっかけだったことも、でもあります。で、未来は皆さんのところに助かっています。保護者の皆さん、お子さんと科学の話題を共に楽しんでください。これを使ってもらったりと、先生方には生徒の心に気を持ってくださいということをお伝えして、日常生活に本当に幻想であふれています。ぜひその科学技術の恩恵を正しく理解して、科学化学とか科学技術によって支えられている生活を実感していただく、それを周期表情報と一体となって楽しんでいただくというふうに思います。どうもちょっと時間を超過してしまいましたが、ご清聴ありがとうございました。大変楽しいお話でしたので、皆さんからいろいろ質問をいただけるのではないかなと思っています。以前国立科学博物館で元素の不思議展がありましたね。はい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 。でその時に最後の方に合成しているそういう元素で、そういうふうに短い時間であっという間に消えてしまうものをどの国でもその頑張って探しているっていう話を子供にしたところ、はい、そういうふうに何かの材料にもならなくてすぐ消えちゃうのは、なんでそんなに一生懸命探しているのかって言われてどう説明したものかと思いまして、サイエンス人類の何でしょうね、たゆまぬ真実探求心のじゃないですかね。それともちろんそれによって科学全体の進歩が全部分かってくる一つの重要なサイエンティフィックな知見が得られますということでしょうね。
結構その役に立たないと思われてるものが何年も先に役に立つこともあるんですよね。だからまあ役に立たないかなと思うものでも、やはりこう人間が好奇心を持って一生懸命その真理を求めていくっていうのは、これは結構大事なことじゃないかなと思うんですけど、直接それが役に立たなくても、それの得られた情報というものが他のところにどんどん波及していって、全体がレベルアップしていく、そんなことでしたね。はい、はい、頑張ったね。子どもさんにそんなに話してもらってください。あの石炭のあれ元素の並び方をつなぎ方を変えるとダイヤができるって聞いたんですけど、はい、本当ですか？はい、それはその通りですね。高圧で、人工ダイヤモンドというものは、まあ、それに近い方法で作っていると言っても良いと思いますね。これダイヤモンド構造というのが、この炭素がこう4本手が出て、これがずらーっとつながっているのがダイヤモンドですね。で、石炭の中にはですね、こんな風に、まあ、フォアっていうんですけど、ベンゼン環のようなものをが相当に入っている、まあ、こういう構造に混在している。自然の中で高圧であんなにこう美しい結束構造ができてしまって、ね、面白いですね。面白いですね、その通りですね。ダイヤモンドとかはそうですね。でもまあだけど、だから高温の高圧の部分のところでカリッとでき始めると、それはどんどん結晶成長のような形でいくんでしょうね。なんか大きなダイヤモンドって美しいですけどね。なかなか人工では大きなはできない、ね。ああ、そうそうそうですね。まあでも機械に使うようなその人工ダイヤモンドは非常に工作機械とかではたくさん使っていると思いますね。ちょっと学校教育に関して、はい、先生のお考えをお聞きしたいんですけれども、私は多分中学に入って間もない時に、なんか算数の九九みたいにその周期表の一部を覚えさせられた記憶があって、はい、で結構日本の学校教育の中では早かった方かなと思うんですね、はいはい、で先生はいつ頃どういうふうに学校教育に入れられるのがいいとお考えなのかをちょっとお聞きしたいなと思います。ああ、難しいですね。学校教育にはというのは、まあ、中学ぐらいでもいいような気はしますが、中学ぐらいでもいいかもしれませんが、ただですね、こういうのを覚えるのは若いほどいいと思っています。ただ教育現場に入れるの時にはなぜそれが役立っているのかとか、そういうことと関連させて教育する必要があると思いますので、地域をそのものできちっと教えるのはすごく大事かなと。ただこれ作るときにもですね、各家庭においてっていうもの一つがあって、うちの子供はいた頃のドラえもん、ポケモンポケモンはもう今いっぱい増えてるんでしょ、151種類あんな何の意味もないのにみんな覚えますよね。これとこっちの方が強いとか、これはこの何とかだとかまで含めて、そしたらこんなもんすぐじゃないのと、100しかないよとね。だからそういうことも含めて、これ興味持てばですね、先ほど最初の新聞記事も言ってたように、興味持てばこんなもんすぐ覚えてですね、これはどんな順番でどうだとか、そのここに書いてある内容だってすぐ覚えてくれるんじゃないかというのが、一つこの家庭に配る一つの大きなモチベーションとしてはとてもありますね。ぜひ今日お持ちに帰りになったこの周期表で、ご家族でいろいろお話をしてください。親子でこういった周期表を材料にして語り合うというのもきっと楽しいと思います。では今日はここまで。今日はどうも本当に遅くまでどうもありがとうございました。